よし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 レベル上がった。パワーの分析。はい。髪の毛も染めたいです。髪の毛染めたい？結構挑戦的だね。どう何色にする？あれあるかな染めるやつ。あったあった。髪6個もある。何色？保護者に似合う色？こんにちは、アシュです。今回もお友達コレクションやってこ。びっくりした。マジックショーかと思った。やってこうかなと思います。あかりちゃんがね、なんかため息ついてるね。なんだろう、行ってみようか。これ誰かと誰かをくっつけやそうとしてんじゃない？ちょ、私くっつけてほしいな、あかりちゃん。あかりちゃん誰？お願いします。任せてとは仲のいい恋人だと思っているのですが、はい、うちと博士のこともどう思いますか？別れた方がいいよ。そうなんですか。うお、喜んでる喜んでる、あかりちゃん。そこ悲しむとこじゃないの。わあ、仲良さそうでよかったわ。ほら衝突してるもん。ペアルック、こういうのなんて言うんだっけ。ペアルック双子コーデ、わかんないけど。よかったわ博士、私のせいで振られたら申し訳なかったもんね。いや、みんなマジ来た。チャーシューに恋愛マークついてる。いや、これマジで言ってほしい。今年の運全部使ってもいいから言ってほしい。誰？アローラン姉ちゃんかな。激エブ。何が激エブじゃん。言ってこい。実は私、あかりちゃんもその告白です。どっちに告白すれば。第一志望？あかりちゃんだね。で、滑り止めでその子だけども、第一希望行くわ。どんな感じで告白したらいいですか？どうしよう、嬉しすぎる。プレゼントあげる。女の子はプレゼントに弱いって昔誰かが言ってたような気がする。プレゼントあげよう。何をプレゼント？パンツ？嘘。何？あ、選べんだ。待って、あかりちゃんって何好きなん？絶対スイーツ好き。いや、もうふざけなしのショートケーキを。いや、絶対好き。これ告白する場所は、これマジふざけないでいく。マジで本気で言ってる私。音楽堂かな。これはね、前回も言ったけど、前コメントでもらったんだよ。着替えた、口内炎、なんかアドレナリンで口内炎今痛くないもんね。もうすげえ前半の方喋りづらかったんだけど、着替えよ。いやー、いけてない。いや、いけてない。この、後頭部直したい。ちょ、格好つけていく、私。一番格好つけていく。これだね。これだね。で、服は、これだ、これかっこよすぎ。かっけえ、私頼むよ、マジチャーシュー。本当に今年の運全部使って。ショートケーキあげるから付き合ってください。頼む頼む。ちょっとママだ。うお、いや、君は眼中ね、悪いけど今二人だけの世界だからね。いや、そんなかっこいい運動神経見せても。頼む、あかりちゃん、マジ頼む。いや、私の方があなたのことも好きに決まってます。そう、私可愛いって昔から言ったんだよね。あかりちゃん、昔の動画見て。意味わかんねえ。意味わかんねえ。しかもあかりちゃん博士いるからね。意味がわからないんだけど。新一さん、お前ふざけんの。はぁ、応援でいいよ。これちょっと待ったにしたら付き合わないんだよね。はい、意味わかんないんだけど。口内痛くなってきたわ。チャーシューなんでなの？な、みんな何がダメなの？うわ、ショックすぎる。いや、これはね、
あれだよみんな、もっといい人がいるみたいな、神様が実は付き合ってみたらそんな合わなかったみたいな、その相性が。なんで、いや、ちょ、マジ頼む。どうしよう。ちょ、待って。語彙力がいつもの5倍ない。どうしよう。すっかり立ち直りました。さあ、みんなチャーシュー立て直してきたね。ていうか、あかりちゃん、博士と付き合ってたよね。ちょ、博士のとこ行ってみようか。博士どうなってる？年賀状って誰に送ったらいいものか迷います。あ、今もう年賀状出すっていう風潮ないんじゃ。博士は落ち込んでるよ。博士、どんまい。うわ、あかりちゃん、マジ？まあ、お似合いっちゃお似合いだよね。なんかいい身長差だけど。どう考えても私、いや、ちょ、博士のとこ行ってみるわ。え？あ、どうも。わあ、かわいそう。楽しかったあの頃は、もう、戻ってこない。まあ、正直お似合いではなかったからね。うわ、博士見て！落ち込みでほぼカンストして、え？うわ、見すぎだ、あかりちゃん、やばい、これは YouTube 的に食べちゃうぞ。何、あかりちゃん食べちゃうぞって、やめて。これ大丈夫、 YouTube 的にバンされない。あ、大丈夫か、ギリギリ大丈夫だったな、危ねえ。わ、セクシー、あかりちゃんじゃん。こっち寝ちゃうぞ。え、何を見せられてるの。いいな、ハワイだね、ここは。誰が跳ね返してきてんの、それ。誰が、お、普通に迷惑だからね、屋上から落として、下に人いたらどうすんの、怪我する、大怪我して入院したらどうすんの、それ、お前ら二人責任取れんの、責任取って、もし責任取れんならいいけど、責任取れない場合、お前ら考えて、うわ、まだクリスマスじゃないのに。とっておきのギャグも言います。あ、聞きたいです。このスイカ、安いか。あ、壁あったんだね。真相が明ら。博士、気持ちはわかるよ。ウケる。うわー、かわいそう。C1 許せねえ。あ、終わった。楽しかったの。ああ。思い出します。いけ。よし。見て、博士。物いっぱいあげて、ようやく直したね。すごいね。これ、タケコプター付きの帽子なんだね。なかなかいいね。ちょ、博士ね、振られたってことで、まあ、新しい自分を見つけてほしいね。髪型変えようぜ、博士。かっこいい色に染めたい。何色だろう。黄色とかいいんじゃない？金ではなく黄色ね。いや、これ一回見れたらいいよね、試着みたいな感じで。見れないか？でも現実も一緒か。染めてみないとわかんないもんね。おー、でも。どうですか？おー、すごい。でも見て。帽子とフィットしてる。どこまでが帽子でどこまでが毛かわかんないね。え、めっちゃいいよ、博士。超似合い。くっそ、どうしよう。リベンジ。お、びっくりした。私、違うと思った。リベンジしたいな、これ。悔しすぎる。いいな。いいな、新一。私、本来ここにあっちがいる予定だったんだもんね。シュコ、スカートの中見えてるよ。シュコ、大、やばいって、やばいって。シュコ、やばい。ちょ、犯人、うわ、犯人っぽくなってんじゃん。黒ずくめ感増してんじゃん。じゃあ、あのシルエット感増してんじゃん。一緒に遊んであげるよ。お、パパ抜きね。オッケー、勝ち、バイバイ。そう、私、ペアルックしたかったんだよね。だから保護者の髪、緑にしたんだよね。いいね。ペアルックいいね。髪の毛ペアルックにする人ってあんまいないんじゃない？うお、次博士、今首。お、やばい、流星。潰される、なんか。あかりちゃんに今の心境を聞いてくるわ。あかりちゃん今どういう気持ちなんだろうね。こんばんは。あ、どうもこんばんは。しんいち、今何してるかな。完全にもうあれじゃん。イチャイチャデレデレになってんじゃん。いいな。浜辺に誰かいるな。
ヤバい組か。やばい、みんなヤバいわ。お、喫茶店も誰かいるな。あれ、喫茶店マークついてんだけどな。誰かいるんだけど誰もいない。あ、いた、保護者いた、じゃなくて元女優いた。みんな見える、ひょっこりはんやってんだ。いや、みんな私モテオランキング下がってるかもしんない。前回パート1位だね。あ、2位になってる。いや、2位ならモテてよ。新一11位だからね。なんで私11位に負けるの。なんで、みんな教えて、誰か。11位だよ新一。私2位だよモテオランキング。ちなみに女の子はあかりちゃんだよね。で、そのかゆみちゃん、らんねえちゃん、まあ妥当だね。まあここら下らへんは、おい、ていうか、あろうらんねえちゃん全然持ってないじゃん。結構昔に作ったんだけどね。犯人にも寝かされてんじゃん。うわ、悔しい。人気ランキング、人気ランキング見てみようか。あかりちゃんだよね。やっぱあかりちゃん、いや、これ私勝ってたらな、マジで一発大逆転だったんだけどな。最後超アップクイズやって終わろうかなと思います。これ結構難しいんだよね、超アップクイズ。これはね、バラだね。バラの下の部分だね。いや、もうこれ上の違いじゃ、こんなのもうずるいよ。バラ、チューリップ、ひまわりみたいな感じで、もう下の草しか映ってないのはずるいよ。お、シューコ呼んでる。強そう、シューコ。怪力みたいにいっぱい手がある。ちなみにね、今ね、10人男の割合が何人かっていう割合っていうか、男何人かっていうと、男は確かね全部でね11人なんだよね。で、女性が何人かっていうと8位3人、だから8、9、10、10人なんだよね。男11女10。だから私の予定では男1人余る予定だったんだよね、その11人と10人で。だからなかなかそこまで1人余るとこまで行ってないっていうのが今現状なんですよね。お、流星相変わらず可愛いな。遊びましょう。いいよ。何して遊ぶ。お、モザイククイズ。私得意よこれ。これは誰でしょう。こんなもう1分の1だわ。これはもう余裕よ、流星舐めないでほしい。まあこっからだよね。第2問、これはあゆみちゃんだね。さあ最後が難しいんだよね。最後答えて今日終わろうかな。むずい、これ。いや、むずいな。消去法で博士じゃない。答えは、うわ、すごい、よくわかったね、あちき。よし、終わるわ、バイバイ。